さあ引き続きこれを見て地元の情報通になろう地元通のコーナーでございます。さあ後半戦も3本お届けいたします。それではどうぞ。宮崎市田野町の梅谷地区公民館で恒例の田植え大会が行われ地区内外からおよそ80人が集まりました。このイベントは2002年から継続して行われていて毎年参加者たちの手で公民館の隣にある水田にもち米の苗を植えています。子どもたちから壮年おじいちゃんおばあちゃんのつながりというかですねちょっと薄くなっているところがあるということを考えましてですねそのつながりを同じ作業をすることによってですね、まあ、話題も増えるんじゃないかというところもあって始めたことなんですけどですね。初めは慣れない手つきで田植えをしていた子どもたちでしたが地域の人や親に植え方を教えてもらうとコツをつかみながら徐々に上達していきました。それからもう中盤に差し掛かると泥の感触にも慣れたのか楽しみながら苗を植えていましたよ。泥やんまた田植えの後には鮎のつかみ取りが行われ生けすに放たれたおよそ100匹の鮎を子どもたちは無我夢中で追いかけて次々と生け取りにし歓声を上げていました。楽しそうあ塩焼きとかいいな。鮎を使うところかな。前にも言ったことがあって前よりがもとても楽しく田植えも腰が痛くなってでも楽しくてとてもいい経験になりました。田植えを通して3世代の交流を深めた参加者の皆さん地域の結束もより強くなったようです。 JA アズムホールでは災害は避けられないが被害は減らせるをテーマに減災宮崎フェアが開かれ多くの来場者でにぎわいました。災害への備え、どんな準備をしたらいいのかというところに、重きを置いて、この展示会を開催させていただきました。実際リュックサック例えば避難グッズ持ってるけどこれで本当に大丈夫なのかとそういったものをですね、こういった備えの準備がありますよという提案をさせていただくために展示会を催させてもらっています。会場では県内外から24社がブースを構え様々な防災グッズの展示と商談が行われました。その中で災害時に被災者を探し出すツールとして期待されているドローンの操縦やVR 機器を使った避難訓練などの新しい技術を使ったものも紹介されました。他には熊本地震の際に避難所を運営していた方の講演会もあり熱心に耳を傾けメモを取る参加者の姿も見られました。一度見ていただいて自分の備えが今十分なのかとあと本当に何を揃えたらいいのかとそういったものをですねこう考えるきっかけにぜひなってもらえればと思ってます。必要な備えをすることで被害のリスクを減らす減災私たちももしもの時の備えをしておきましょう。シェラトングランデオーシャンリゾートで15人制ラグビー日本代表の強化合宿が行われています。今回の合宿ではワールドカップ日本大会の前哨戦パシフィックネーションズカップに向けたメンバー42人が招集されています。今季の日本代表はニュージーランドと日本の代表選手として活躍したジェイミー・ジョセフ監督のもと9月20日に開幕するラグビーワールドカップ日本大会で初のベスト8入りを目指します。合宿初日のこの日はチーム力や組織力を上げるための全体練習が行われ左右タックルやディフェンスの確認などが行われました。力強いですね。また練習の合間で映像を見ながら監督からのアドバイスを受け練習に取り組む選手の姿が見受けられました。ラグビー日本代表は3日間の休養を2度挟みながら7月17日まで合宿を行った後7月27日に岩手県で開催されるパシフィックネーションズカップ初戦でフィジーと激突します。合宿の成果を発揮し勝利を飾ってほしいですね。
さあ、それでは振り返っていきましょう。まず宮崎市田野町梅谷地区の方で行われた田植え大会なんですが、もう第17回目ということで、伝統。そう、その当時子供で参加してた皆さんがもう大人になってお子さんを連れてくるまでになったという。いいですね。ね、もうその世代を超えてね。はい、ね、こちらもまたね、もち米植えてるそうですから、お餅つきも楽しみですね。はい。さあ、そして減災フェアですけれども、実は僕減災広める芸人っていうのに2011年になってるんです。そんな一面もあるんだ。はい、お仕事お待ちしてます何の PR やらね、いろんな今防災減災グッズがあるようですね、はい、さあ、そしてラグビー日本代表の合宿ということですが、私昨日見に行ったんですけれども、はい、本当にもう間近で、なんだろう、素早い動きと力強さといろんな側面が見られますので、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います、以上お送りしました地元コーナーでした。